ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりましたミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していき、料理との思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、あゆと、ギリオこと木更木リオと、サッチーこと小友サチと、花民こと花瀬美久の5人がお送りしてます。せーの、はじめまーす。はい、というわけでこれを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840、メールアドレスはにじアットマーク 771fm.co.jp nyji アットマーク 771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、アプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。それではここで聞いてください。ミルクセーキで指針。本当は気づいているんでしょう、この指先、この視線、あなただけのメッセージ、だからね、見てて私だけ。トーク、イエーイ。はい、今日はね、テーマ龍が持ってきました。なんか最近ね、画像フォロー
ルダーを整理してたんですけども大丈夫小人さんがあえて嬉しいよみんな今、うん、テンション高まってるね。はい、画像フォルダーを整理してたんですけれどもね、あのめっちゃ学生時代の写真がね、あのね4000枚ぐらいあったんですよ。すごい4000枚うちの4000枚そう画像フォルダーは1万枚ぐらいあるんやけど4000枚近くが学生時代のやつで半分じゃん。そうであとはまあ自分の自撮りとかやったんやけどさ、バロンとかそんな感じだったんやけどいやなんかねそれを見よったらうわ学生時代戻りたいなってなったんですよね。でそこでね今回のテーマは、自分が過去に戻れるならばいつ時代に戻って何をしたいかということで、なんかいいかねって、ね、もう悩むよねこれ。悩む、うん、悩むね。それぞれ年齢も各々違うけんな。そうね。そうね。ということでリオから言いたいの。ほぼ一周だろう。オルケン一人一人。私だけだけどね。オルケンオルケン。リオは、うん、やっぱり学生時代、中学校時代は絶対嫌なの。勉強尽くしやけんさ、それは嫌だなと思った時に、やっぱ高校に戻りたいですね。なんか高校で、なんかあの時もっとこうしとけばよかったなみたいな、もっとあいつと仲良くしとけばよかったなとか、いっぱいあって、あと先生ともっと仲良くすればよかったと思うし、結構反抗的だったのね。なんかいろんなことに対して、なんか親からもちょうどその私は高校に入ってしばらくしたタイミングで母が入院して、でそのおらんくなった瞬間私はもうヤッホーってなって最低そうしゃー髪の毛染めちゃうぞみたいになっちゃって、でそっからもうこんな感じなんだよ。でこんな感じなんだよ。こんな感じになっちゃったから、なんかもうちょっと真面目くんで過ごしたらどうなってたんだろうとか、なんか就職とかちゃんと考えて、あの時あいいです今のバイト続けるんでとか言わなかったら、今頃なんかちゃんとした企業にもいたのかなとか思って、そう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 、その時の自分のバカさを知ってるから聞きたい、あんたは何考えてんのってあそういうことね、自分が戻って自分に会うみたいな。そう会って自分会いたい、どちらかというと。それかこの考えのまま戻ってもっと計画的に過ごしたい、すごくで将来を大きく変えてみたいなって思いますね。でもなんかガリ勉だったらめっちゃ頭良さそうだよね。わかるわかる。なんかさ、そうそうこう好きになったものめっちゃそう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 するけんさ、で今はさ結構今勉強しようと思ったら結構ねなんか打ち込める自信があるの意外と。じゃあ勉強しないよ。しないよ。でもしたくないしろって言われてしだしたら多分すると思うんよ。なんか家事とかも前までは絶対するわけないと思っとったけど、最近はしだしたら夢中になっとるし、掃除とかも夢中になるけん、あ意外と大人になってから勉強したいってこういうことかって気づき始めたけんか、そう今のこの気持ちのまま戻って頭良くなって大学行きたいかな。おお待ってるぜその先には幸が結局出会う世界線にあるそうよそうよそうよそんな感じです。キラちゃんは、はい、キラちゃんはね、キラちゃんはね、小学校6年生か中学校にかけてのところに行きたい。限定やな。そう、全部そのやけん4年間をやり、うん、もう一回やりたくて、まず小6はね、もう最高ハッピーラッキーゲイやったの。本当にもうね、生徒会長だったし、なんかもう本当にもう充実してたのめちゃくちゃ。小6で生徒会長あるの？そうそう、なんか生徒会長みたいな。なんかそうそうそう。けどまあ実質それみたいなあれで、なんかで楽しくてめっちゃなんかみんな言うこと聞くし、そう楽しくてなんかめっちゃ友達もあって、なんか本当になんかもう一軍のてっぺんみたいなとこにおったんよ。マジでびっくりしちゃう。ピラミッドの上ね。そうおって楽しかったな。そう楽しくて、でもキラは心が優しいから結構まあぼっちの子とかも一緒に遊んだりとかもしたし。ピラミッドの上にも行ったしみたいな、すごい楽しい楽しい子だったな。選べる職業みたいな。そう、そう選べる職業のすごいなんか変な子だったな私。それでそれでさ、その中学もさ、中学そんなメンバー変わらんわけやけん、そのままさ楽しくやれるかなと思ってさ行くじゃん。わあ中学校楽しみ、わあ勉強頑張っちゃうみたいな感じで行ったんやけど、まあうまくいかんで、まあうまくいか、まあ中1まではまあ大丈夫やったんやけど。中2からちょっとね、ボロボロンボンボーンってなっちゃって、ちょっと、結局、あんまりよろしくない感じになって終わったから、なんか、中学校ちゃんとしたいんだよね、もう一回。なんか、今、やっぱり、なんか、実験できるはずのことが、中学で私は終わったから、それを結構、しかもその行事とかも休んでたりしたからいけなくて、だからそういうのもちゃんとやってやりたかったなと思う。なんかめっちゃ最近あれを見たの、なんだっけ、なんだったか忘れたけど、チアダンの映画を見て、なんかあれ部活の話で、なんか
部活とかも、まあ、やってないし、やけん、なんかそう、学校行事とかでもそれに似た経験はできるから、うんうんうん、あ、なんか、キラもこういうのしたかったな、みたいな、もっとちゃんと、なんか、キラ、体育祭とか、なんか、へみたいな、なんか、ウェみたいな感じの。ちょっと尖ってたのね。そう、尖ってたし、なんか、行きもしなかったから、だから、なんか、ちゃんと熱くなって、わー、優勝はーとかしたかったなって、思ってるの。そう。それはね、そう、うん、思う。青春って感じだもんな。そう、青春。中学校って本当に人変わるもんね、みんなで、うん、そう、びっくりした。マジ本当に小学校のまま行くと思うじゃん、みんなみんな変わっちゃってさ、意地悪になっちゃってあるからね、みんな尖ってたから、あなたも尖ってたの、うん、あの戻ってやり直したいと思ってる、うん、そうそうそう、尖ってたな、あの頃みたいな絶対なるから、うん、いやー、サッチーは？サッチーはね、いや、あんま戻りたくないんだよね。嘘、今が楽しい、人生一度きりタイプか。うん、でもなんか、ね、なんか、うん、もし戻っても大学生にはなりたいんよ。って考えたら、もう勉強したくない。うん、私、高校もちゃんと、まあ、自称進学校に通っとったから、うんうん、まあその勉強がだるかったんよ、うんうん、もうあんなにきつい思いして勉強したくないってめっちゃ思う、うん、それが嫌、もっとウホウホ楽しみたい、ウホウホなんでウホウホなの、幼稚園ぐらい描いたらいいよね勉強もしたくないんよ、うん、だけんこれがその戻るっていうか、まあ、戻って新しい人生を歩むとしたらって考えると、うんうん、私はやっぱり中学校高校の時点でアイドルしたいかもね、大分に来る時点で、そう、あの、茶芋さん、にいもさんとか、すばりさんとかおるやんか。だけそこでそこに出会ってた人生、歩んでみたいよね。そして、うちらのそこでまた出会う世界線。そう、出会う世界線だよね。ベータ世界線ね。で、違う形で出会ってたかもしれんし、もしかしたらさ、わからんよ、長崎の大学に来とって、あの、こっちでまた、前世が大分で、みたいな。これが大世、みたいなのもあるかもしれんやん。いや、その頃に知らんかったから、ご当地アイドルっていう存在を、だからそういうのもちょっと楽しいなとも思うけど、やっぱり勉強したくないけどんだけしたくないよマジだけ、仮に大学卒業しても勉強したくないけ戻らんでいいと思う、楽しかったけど、高校もさ、中学もさ、行事とかそれなりにやってきたけん楽しかったよ、うん、でもまあ勉強したくないが勝つけん、うん、あれか、ちょっと前のももクロのライブとかの方がいいやん、そう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 、戻るなら楽しい瞬間だけに戻りたい、あ、でもももクロのライブ行っても帰りに飛行機飛ばし、あの飛行機がすっぽかしたりしちゃう結局なんかやっぱ今を楽しみたいタイプかもしれない、私は、そうか、そうね、うん、いいですね、早く明日になりたいって感じ、先に進みたいって、あゆちゃんは、あゆはめっちゃ考えた、あのですね、私は中1に戻りたいですね、うん、あの小学生の時、小学校が私立に行ってたので、高校は公立に行ったの、だから公立のさ、何、中学校はさ、みんな小学生から一緒でバッていうじゃん、うん、でも私は違うとこから来てたから、めっちゃあの人頭良さそうみたいな感じになってて、で小学校から英語があったの、授業が普通に、だから ABC も最後まで言えてたから、でも周りの子たちは言えなかったの、だからえやばあの人めっちゃ頭いいやみたいな感じでクラスでなってたの、しかもおとなしかったから、その時めっちゃ人見知りしてて、だからめっちゃ頭いいキャラみたいな感じになってたけど、途中でめっちゃバカがバレてしまって、もうあの今の私がそこで完成したわけよ、もうあの知らんやつにもいじられ、なんか貧乳だなんだ言われるあの中学生からそういう人生歩んでたから、うん、そのままちゃんと勉強して頭いいキャラから頭いいの人生を歩んでみたかった、キャラじゃなくて、そうそうそう、なんか途中まではちょっと今頭いいキャラになってるから勉強頑張ろうみたいな感じでめっちゃ頑張ってたの、うんうんうん、でも途中 の, あのテストで、あ、私はもう無理だって諦めて、ね、ね、隣の席の子からねえねえ頭いいのってずっと聞かれてたの、だからいや別に普通ぐらいだと思うけどねみたいな恥ずかしいやつ、でもテストで普通にバレてバカっていうのが、うん、でそっからこうなっちゃったから、あの頃に戻りたいちゃんとやりたいね取り返し、地位を取り返したい、そうそうそうそしたら私今頃東大行ってたかもしれない、東大本当頭良くなりたかった、真面目なあゆちゃんとか想像つかん、つかん、でもあゆ結構真面目だったよ、何事にもしっかり取り組んでた、うん、でも今でもそれはそうやな、うん、運動会とかめっちゃ頑張って行くぞーって言って、あの走り方あの走り方と魔女みたいな笑い声そりゃバカにされる
だってなんか応援団とかしてて、うん、3年生になって団長したんだけど、1年生の団長応援団長したんです。でも1年生の全然入ってきたばっかりの PP から、うん、なんやあいつみたいな感じでめっちゃ言われてためっちゃ1年生にも舐められてたマジ。でも楽しそう。団長したかった、ね、私団長する人生進めたかったな。リオは全部服を選んでたよ。服団長とか団長がいれば何もしなくていいかかる。小学校も中学校もやった。どっちもした。してた。好きだった意外と。え、なんかすごい人気者がなるじゃん。応援団長とか。うん、あゆ普通に声がでかいから選ばれる。なんか小学校の時は廊下で叫べって言われて、わーってめっちゃ叫んで誰が声が一番大きいかみたいなやつで、あゆが一番大きかったからみたいな。なんその選び方。なんか中学校は別になんかやりたいみたいな人があんまりいなくって、なんでなれたんだろう。なんか何人か行ったけどそれでなれた。いいな。なんか私は生徒会長派の人間をしてしまったからさ、団長になれなかったよ。生徒会長は生徒会長の仕事があるけ ん、ね、だけ団長する人生もいいな。いいな。あのさ、学ランみたいなさ、長ランみたいなの着てさ、あのこれ巻いてやりたい。あの、わかる？わかる、わかる。こうやるやつ、うん、でもなんかめっちゃ団長したら他のクラスの人たちとみんなと仲が悪くなる。そのあそう、バチバチになって他のイメージ、他のクラスの団長とめっちゃなんか仲良い子たちばっかりだったんですよ。でも本気すぎてめっちゃ仲悪くなって、できる。そうそうそう、それはわかるかも。なってた。ずっと仲悪かった、うん、うちのとこも。え、それでもなんか卒業まで続くの？いや、それが終わったら、うん、そうそう、だったら普通にありがとうと共に戦えた仲間よみたいな。でもマジそれまではマジ目合っただけでみたいな感じだった。あ、やばい、やばい。お前らいくつなんて思いやったの？激アツじゃん。激アツ。楽しいな。いや、中学楽しい。そういうの楽しい。すごいな。ね、さあここでミクさんは。ミクさん。ミクさんはいつに戻りたいんですか。じゃあね、小五に戻りたい。小五。小五。小五ってあの宿泊研修あるじゃん。小五。ああ。それで一泊二日で行ったんやけど、うん、なんかすごいね、その時すごい目立ちたがり屋で。うん、なんか早退したら目立てるかなって思ってどういう目立ちかもうめっちゃ席して、あのみんなでキャンプファイヤーしてたの、うん、でその時にめっちゃ席して、うん、保健室の先生呼んですごいハーハーしてえ、帰ったの。そうめっちゃバカよ。心配されたかったの。その友達もあまりいなかったから、うん、そんな寂しい人じゃないけど、うん、ちゃんと友達もちゃんといたよ。いたけど、うん、なんか、うん、体温測って、うん、ちょっと意外と熱もあったし、なんかそれで帰っちゃったけど、その2日目になんかレクリエーションがいっぱいあったの、うんうんうん、もうなんかそれができなかったのがすごい後悔した。自分で帰ってるけど帰るけ。本当に体調悪くて帰ってるならさ、あ、行ってきたかったねってなるけどさ、なんで帰ったん。なんかかっこいいじゃん、早退する人って。なんかかっこいいか。みんな帰ったってなる。気をつけてねとかみんな注目してくれるじゃん。本当にちびまる子ちゃんだね。本当だ。そう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 、ちびまる子ちゃんもそういうのあったんですよ。うん、憧れてたの。バカやな。発想がもうおかしい、うんうん、で宿泊学習とか懐かしい。めっちゃ楽しいやつや。その時あの PSP にすごいハマっとって、うん、隣のやつと PSP をあの壁越しに通信してた。あの布団の中に潜って。やってた。懐かしいな。私宿泊研修長崎に来たよ。マジで4年生のあのさ、島花し鹿島じゃなくて島があるじゃないですか。高島じゃなくてそこら辺の島に行って研修した。うんうん、そうカレー作った思い出がある。カレー作りがちめっちゃなんだっけあれ、炭なんかさ焼く時にさ出てくるやつでめっちゃ泣いたきら。うん、そう目に染みて。そう玉ねぎで染みてなるよ。でもさ絶対なんかさ早退とかする人いるくない？いる。おる。あ、話し出すやつもおるわ。おった。いや私海やったからさ、友達が岩にかなんかふざけよって挟まって怪我して救急車来て、やばい、搬送されて戻ってきた3人ぐらい。やばいじゃん。やば。川をさ歩いていくとかもあった。川の中をみんなで登るみたいな。 あった。川の森か。そうあれでめっちゃ怪我した。伊佐早のさ、うん、少年自然の意味じゃないっけ。あるある伊佐早の方川登れるよね。うんうんうん、なんで大分からそんな来るの？ね、遠いね、小学生なのに。
いやなんか来たね。動いてないの？中学の時に行った。中学生の時。違う、で学校の宿泊研修。6年生が修学旅行あるから、5年生が宿泊研修。そんな遠くまで来んの？来ましたね。え、大分ないわけじゃないでしょ別にそういうの。ないわけじゃない。なんで？いい場所選びとかじゃないの？そうでもなんで長崎やったんやろうって思うけど来たね。めっちゃお金持ちじゃん。いやびっくり。確かに本当にびっくり。よ来たわ。今さミクのターンなのにさサチが喋るよ。黙る黙る。一回休み。称号はそれ以外ないの？ない。それだけ戻りたいの？あーあと高校かな。高校？うん、なんで？なんでやろう、ちょっと考えてなかった。なんとなく青春取り戻したいから、思い出すだけで楽しいもんね。あなんか言ったよ、あなた友達めっちゃおったみたいな。そうそうそう、めっちゃ陽キャだった。陽キャか、トイレ陽キャ。クラス自体が、クラスの雰囲気自体がめっちゃ陰キャだったよ。だからミクでも陽キャになる。消去法。そう、陰の中の陽みたいな。そっか。めっちゃトイレに誘いまくりよったらしい。そう、トイレでラジオの時にね言ってた。え、そのままもなんか言わない。そう、言った言った。でもなんかトイレこもるのって学生時代あるあるくない？結構ある。リオとかなんかトイレにこもって歌うのはかっこいいと思ってた。やば。なんかトイレの中にこもってずっと歌ってる時があった中学生。え、どういうこと？歌え、一人で歌ってんの？そう。なんか窓から穴開けて外に向かって歌ってる。やば。あと階段の屋上の手前のさめっちゃ響くところでも歌ってた。やば。バカだった。どういうこと？中二病がすごかったんだよ。そっか。今もすごいよね。変わらない。今も別に変わらんけどね。小学生と全然戦える今も。え、なんかみんなと普通に学生で普通に同級生とかそういう感じで出会ってみたかった。絶対仲良くなってないよ。いや絶対リオは無理。あいもリオとは絶対喋ってない。もう帰れ。リオ絶対やばかった。今以上にやばいよ多分。絶対仲良くない。気持ち悪いの爆弾みたいな感じ。本当に前髪固め隠れてるし。でなんかミクとはなんか同じ班になってちょっと仲良くなるみたいな感じので、サチはなんか普通に仲良くなりそうって思う。なんか話してはしそうだよ。たちになんかオールマイティーな感じで全員なんか、そう、みんなと喋れるけどそんななんかしっかりは仲良くなんか大人数で遊ぶ時にはこいつおるみたいなになりそう。でも休みに時間になったらミクからトイレに行く人。そう、トイレ。そう、トイレ。勝手な偏見やけどミクめっちゃ給食の時間に牛乳集めそう。いや牛乳嫌いだもん。なんかただまたゼリーとか食べないの？食べないの？じゃあもらおう。やった、今日いっぱい持ってる。ちょっとさ、なんかさ、ガラとかがついてた当たりとかあるよ、牛乳。バッグついてたら当たり、そういうのなんかさ、うるさそう。よっしゃ、今日、当たりだ。偏見ひでえ。めっちゃ単純なやつじゃん。ゼリーの方の番号一番大きいやつが勝ち。でも捨てたかもしれない。めっちゃそういうので興奮しそう。勝手な偏見やけど。やばい。なんかキラは想像できん。なんかキラはずっと本読んでる。本の早読みを一人で大会開いてやってた。それすごい精霊か。そう、精霊だった。そう、しかも図書委員で、でも図書委員やってて、で3年の時に、なんかもうさ、後輩だけになるわけじゃんか。うん、だから、そこで友達作ってた、後輩の。めっちゃ、そのなんか、え、何組みたいに聞いて、なんか、あ、うん、よろしくみたいな、してた。3年になったら、気大きくなる。そう、そう、気大きくなる。そう、やってた。先輩って言われるもんね。そう、やるけん、先輩って。こんだけ、めちゃくちゃ広くても先輩って言われたから嬉しかった。嬉しかった、そう。やってたな。え、でもな、キラちゃんとさ、うん、学生で同級生って想像できないかも。なんか、年代がちょっと離れてるけんかな。なんか想像がつきにくい。だって小学校被ってないって考えたらさ。そうだね。そう、多分リュウには優しくしてくれるんだよ。仲良くしないけど多分優しくしてくれるの。ああ、そういうこと。社交辞令みたいな感じ。そうそうそう。リュウは多分、キラちゃんって感じで。でも多分キラそう、なんかめっちゃなんかやっぱクラスでさ、まあ、自分もけど浮いてる子がいるじゃん。だから、うん、ただ自分と仲間って思っちゃうから、すごいなんかめっちゃ行く、なんか給食の班とか一人だけ入れてもらえないみたいなあって。入れてもらえなかったの。そう、だからキラ一緒二人で食べようとか言ってた。いいね。それいい子じゃん。はい、ここでタッグ組みました。はい、ここで。でもさ、あの好きじゃないんよ。そう、でもなんか心の中では、こいつ全然喋らないよ。気持ち悪いかもよった。でも、なんかでも楽しいは楽しかったけど、なんか、わ、喋んな、どうしようみたいな、まあ、なってた。なんか、あの、それ以上はないみたいな感じ。そう、それ以上はない。給食一緒に食べるだけの中。さて、そろそろ時間となりました。メッセージいつでも待ってるので、気軽にどんどん送ってください。待ってまーす。それではここで一
曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキでワラファンタジスタ。私愛がミルクセーキの告知をさせていただきます。収録している今日現時点では何とも言えないんですけども、でも皆さんにね楽しんでいただけるよう企画中ですので、ミルクセーキの公式ツイッターなどなど欠かさずチェックして待っていてください。待っててください。本当にいいのかい、それで。いいの、ダメ、止まらせていいの、ダメ、ダメ、終わる、終わるよ、終わるよ、終わるよ。今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキー。